子供たちは長くあたりの岩が次第にゴツゴツとした黒い。よくここまで頑張ってきたわね。もうすぐよ。心なしかラジオの声の調査。問いについてこい。知らないよ。行きます。信じて。一緒にやろう。やってみる。感謝しなよ。できた。やってみる。これでいい？行きます。これでいい？信じて。やってみる。ヒーローさん、感謝しなよ。行きます。やってみる。いいよね。信じて。一緒にやろう。行きます。いいよね。
負けなのです。ベルマンめ、もう怖くないぞ。ないぞ。ないぞ。おしまいです。ねえ、すごい。帝国軍との戦闘後、子供たちはそのメッセージは読めなかったが。何なのです？これは何？おーい！ブリッツはメッセージの内容には触れず。行こうか。行こう！
やっちゃうよ。任せて。
溶岩地帯に入り、ベルマン、ここは完全にベルマン軍が拠点として押さえているようね。でも油断しなければ大丈夫。行こうぜ。任せて。アッシュマハルーサ。進まないと。ここで終わらせる。ここが終わりじゃないよ。いたよ。撃て。アッシュマハルーサ。
腹すいた。ちょっと休むか。おおい。手伝うよ。やってみる。行きます。できた。ヒーロー最強。ヒーロー一緒にやろう。行きます。いいわね。どうもなのです。燃えちゃうのですよ。何も怖くないぞ。
任せて。進まないと。ここで終わらせる。無駄だよ。
僕らの勝ちだよ。子供たちはそれに連れてベルマン帝国軍、これだけの敵がいるということは、子供たちはその声に鼓舞さ、行くのです、うん、大丈夫さ、行こうぜ。やられたらやり返すだけだ。
行こうぜ。お腹すいた。ベルマンの野郎。じゃないよ。ここで終わらせる。任せて。任せて。撃っちゃうぞ。任せて。
とちょっとだよ。あ、いたよ。負けない。
怖すぎ。これは何？行きましょう。僕らの勝ちだよ。
どうでもいい。行きます。一緒にやろう。やってみる。これでいい。行きます。溶岩地帯に気づかれた。それはまるでタラニスを彷彿。これまでの敵とはまるで。子供たちは直感し。なるほど。巨大戦車から階級の高そうな将校ハクスが姿を見せ、タラニスを称賛する。うん、そのハクスの問いに答えるように。しかもハクスが乗る戦車の通信機関。そうよハクス、そしてみんなにも教えてあげるわ。あの戦車、首都パレシアの下に眠る伝説の失われた神ヴァナルガンド。ハクスはラジオの声が語る言葉に少し驚く。なるほど。なんだって？わからない。何を言っているのか意味がわからず戸惑っていた。さて、ダラスクスが不気味に響く。タラニスもまたそれに呼応するかのように振動する。うん。嘘だろ。信じられないのです。苦労して自分たちがここに。子供たちは避けようのない。ハハクスがタラスクスの動力。この波動はまさしくヴァナルガンドの子は
衝撃を受け、ラジオの声も。これは、その時、ラジオの声が消えるのと入れ替わるように、光る。やろう。気をつけろ。式のこと。あ、どうだ。もう終わりだ。どけ。どうだ。式のこと。しましょう。
解き放て。なんという力だ。信じられない。許さねえ。突然起きた不調のためか、タラニスの攻撃は。その時、タラニスの後ろからベルマン帝国軍を突破してきたガスコ軍。あっ、消えろ。その一撃は一瞬でガスコ軍の兵器の大半。タラニスだけが防御シールドでかろうじて被害を免れたが、シールドの緊急点火。あんな嘘だろ。なんてことだ。さて、アクスは不満を口にしつつも満足。やるしかない。アクスのタラスクスが首都パレシアに向けて離脱し、しかしその時になってブリッツもなぜか。アクスのタラスクスは子供たちは溶岩地帯を捜索し、捕虜収容所を発見。そして解放した人々の姿を見た子供たち、これまで辛い戦いを繰り返し探して。やったー、素晴らしいのです。やったやったね。子供たちがみんなの無事を喜んでいたとき。みんな、よく聞いて。まだ終わってないわ。タラスクスが
首都パレシアの下に眠る古代の破壊兵器を目覚めさせよう。あれが完全に目覚めれば、あなたたちが助けた人々もすべて古代の破壊兵器。バナル。ラジオの声からは取り乱した様子も。なんだって。うえ、そんな。今すぐタラスクスを追わなきゃ。子供たちにとって新たに現れたあまりに強力な敵、そして何よりみんなを助け出し再会できたという。しかしここにはタラスクスに対抗できる助けた人々も過酷な重労働を強いられたためか、ガスコ軍の救援を待っている間にもその古代の破壊兵器は、それに意図していなかったとはいえ、やっと助け出したみんなや故郷、子供たちは大人たちの制止を振り切って尻尾を引かれ。僕は長男だから。行きましょう。行こう。考えがあるのですよ。じいじい、やってみる。行くぞ。さてと。なるほど。了解。